ある保険料がお安くなりました。あー、保険料。そらあんた嬉しいわね。詳しくは日本生命でね。青くてごめん、バージンブルーのキリンレモン2101、関心登場。あなた、あなた、あなた。あ、花だ。どこに？大切な着物に辛抱駐在ゴン。カモン、DJ、DJ。出た出た出たぞ。とびっきりレスポンス。DJ ワン。How do you do?愛と勇気と缶ビール。Together. キリン缶ビール。サーキットからのメッセージ。セミスリックスチールラジアルファルケンで新登場。いよいよ今週から喧嘩番長ディック・スレーターと NWA 世界王者候補テッド・デビアスが登場です。ババツルタ対木村鶴見戦と2試合続けてご覧ください。どうでしょう、まあ、さっきはツルタ対、このディック・スレーターのインターヘビー級を占っていただいたんですが、このクリスタ・浜口アジアタックの方はどうでしょう、今日の動き。うん、非常にいいと思いますね、これはね、何がいいかっていうと、はい、息が非常に合ってますよね。はい、チームワークも万全であります。仕上がりも良好と聞いております。クリスマスの部アニマル浜口組。さあ今度は場外での戦いだ。クリスをブレンバスター、場外のブレンバスターです。荒っぽいこともやるんです。テッド・デビアス、元来はこのおとなしい人なんですがね、やはりこのファイトになりますと闘志をむき出しにしますね。そりゃそうですね、やっぱり自分のね最もいい方法で戦いますから、はい、さあそしてこれは川津の時ですか。そうですね、こういった技も見せるんです、ディック・スレーター。やはりこの NWA の次期チャンピオン候補と言われる2人だけのことありますね。非常にね、臨機応変というか、はい、その時その時でね、どういう技でも、あるいはラフファイトでも出してきますからね、はい、次の攻撃は予測できません。さあしかしクリスも頑張ります。チョップを打つ。さあおっとデビアスも返します。ヘッドバットはどうか。クリスが打つ、前頭部に打って、そしてヘッドデビアスをボディスラムで投げました。アニマル浜口トップロープ、この辺の連携が非常にいいんです。新軍のクリスマスラブアニマル浜口。さあロープに振っといて、アニマル得意だ、ネックブレイカードロップ18番切って落としたか。カウント1です。なかなかいい動きを見せております。アニマル浜口、顔面かきむしり、そしてパンチ合戦、パンチ合戦だとちょっとテッドデビアス、そして喧嘩番長ディックスレーター組に外観が上がりそうです。そうですね、そして得意のポーズ、山田さんこれです。アッパーブロー待っております。やっぱりね、浜口選手も相当頑張ってますがね、今あのデビアスの猛攻にねちょっと大変になってますね。そうですね、そしてこの今のパンチのスタイルご覧いただきますが、これが出るときは調子がいい証拠なんです。ブレンバスター綺麗に決まりました。高角度のブレンバスター、カウントは2です。非常にキビキビとしたファイト。今度はコブラツイスト、ビッグスレーターが決めました。アニマル浜口の背後、クリスが様子を伺っている。クリスが正面からヘッドバット、一進一退の攻防、なんとか主導権を握ろうという両チーム。ちょっと試合がもつれてまいりました。リング上4人が入り乱れております。試合の権利がありますのはこのクリスとディック・スレーター。小兵のクリス・マソノブがもう喧嘩ファイトです。キックとパンチと、そしてこのヘッドバット、なかなかいいファイティングスピリットですね。これしかないんですがね。そうですね、もう本当にね自分のあの肉体的なハンディキャップを巧みにフォローしてますね。はい、九州男児の意地を見せるか。鹿児島県出身、薩摩の荒法師と言われております、クリス・マサノブ。
チャンピオンコンビに前線を挑んでおります。今度はテッド・デビアスが出てきた。エルボー、これはテリーファンク、ドリーファンク、ジュニア譲りのエルボー、綺麗に決まっております。ここら辺で大技を出して一気に勝機をつかみたいところ。まずはパイルドライバーを決めてまいりました。テッド・デビアス、本当にね、デビアスは動きがいいですね。はい、皆様もご存知だと思いますが、このスリーパーに入りました。天竜とは激しい戦いをしてまいりました。テッド・デビアス、58年の6月に杉田が UN 王座を返上すれば、デビアスがニューチャンピオンになりまして、天竜の挑戦を2度にわたって退けました。その後この UN のベルトはマイケル・ヘイズ、デビッド・フォン・エリック、そして天竜の腰に巻かれているわけであります。さあ小技を見せる。あ、動きが速くなってまいりました。一進一退の攻防であります。そして今夜、天竜とカーンが UN のベルトを受けまして一騎打ちを行うわけであります。さあ今度はアバランシュに決めました。ヘッド・デビアス、大技の連発。ものすごくタッチが速くなってきましたね、はい、そうですね、チームワークもいいようです。さあ、今度はダブルアームスープレックス、カウント3入った。ちょっと意外な感じがしましたが、この2人のクイックタッチ、そして波状攻撃、そうですね、効いていたんですね。もう押せ押せの攻撃ですね。さすがにね、タフなクリス選手も、あの猛攻を食ってもう完全にダメージを負ってしまいましたね。ジャイアント馬場選手、この今シリーズはこのシリーズが始まる前に左足を、この足の裏を火傷で痛めてるそうですね。そうですね、ちょっと半日、そういった半日もありますからね、開幕戦でもこの鶴見五郎、ラッシャー木村チームと対戦したんですが、その時はリングシューズをつけるのも控え室痛々しく、そして試合においては16の方が一発も出ませんでした。だいぶ良くなったとは聞いてるんですがね、動きはどうですか。うん、まだね、やっぱ多少気にしてるところありますね。そうですか。あ、鶴見選手は今狂気ですね。狂気を持ちました。鶴見五郎、エプロンサイドでねちっこい攻撃、そしてラッシャー木村に渡す。ジャンボ鶴田、ちょっとエプロンサイドでどうすることもできません。馬場捕まっております。悪の連携が馬場を痛めております。トーランのリズムをそろそろ感じてまいりましたか。国際決明軍、今狂気を体操の中に隠したようです。あと馬場も目つぶしだ。馬場も目つぶし、そして脳天からだけ割り一戦、ジャンボ鶴田につなぎます。今週の放送、インターアタック戦が不本意な V3 でありましたが、安定した戦いぶりと申し上げてよかったと思います。ジャンボ鶴田、さあそのあ馬場選手は狂気を奪って、そうですね、逆襲ですね、狂気を奪いました。どうやらこれはタックロープですね。いや、なんか違いますよ。ちょっと紐状のものであります。これで鶴見を一撃、上樋口レフリーに狂気を渡しました。まあこの辺も馬場鶴田落ち着いてますね。おっと急所打ちを見せました鶴見。あの連携、鶴見五郎とラッシャー木村、生き残るためのサバイバル戦争を繰り広げております。もう後がありません、帰るところがありません、ラッシャー木村。さあ鶴田にブルドッキングヘッドロック、この鶴田を、そして馬場の首を必要に狙っております。ラッシャー木村、相手に不足はありません。しかしこの木村と馬場の一騎打ち、いつになるんでしょうかね。なかなかね、はい、まあ、木村選手がしつこく追っかけているんですが、これはね、やっぱりタイミングが非常に難しいですね。そうですね、まあ、国際決明軍を立て直すためには一刻も早いこのジャイアント馬場、向こう側に映っておりますが、馬場との一戦が望まれます。ラッシャー木村の双剣にかかる国際決明軍、セレブとのコンビはどうか。セレブを痛ぶります。地獄突き、あらゆる角度から出してまいります。今度はチョップ、鶴見が今シリーズいいんですよね、非常にね、入ってますからね、はい、負けていません。ラッファイトにはラッファイト、さあ鶴田がスクッと飛び越えて、鶴田
バット、リバット肩口に決まりました。ジャンボ鶴田の真骨頂、そして音体につなぎます。さあ16番手のファーストラインともなく16番の方左の肩口だ。そしてラッシャー木村も出てきた。ラッシャー木村と鶴田がやり合う。試合の権利がありますのは鶴見とジャンボ鶴田であります。鶴見は向こう側のロープに振っておいて、ジャイアンツママとのうまい連携。さあループ映像を描いてバックドロップ、久々に見たぞ。そのままカウント入るだろう。カウント3決まった。天下の方向バックドロップ。新しくなったフロントフェイス、大人の顔だ。新シャレード誕生。13、14はダイハツへ。今軽さの新次元へ、スキッドライト、コスモス新登場。子供色の君が好き。サウンド yes、 ビデオ yes、 TDK。解読者も満開、高性能車もわーっと満開。お見事。春の新車は今日と明日。決めた、トヨタ。ハンセンのパートナーロンバス、パワフルな選手です。ウエスタンガリアスが再び火を吹くか、スタンハンセン。このシリーズは怪我につきまとわれております。大きなチャンスを待っているやつ。さあ長州力、力がリアットでハンセンを倒すか。狙いはスタンハンセン。45分の一本勝負です。レフリーは城樋口さんです。さあ山田さん、ついにハンセン長州の決闘の日がやってまいりましたね。そうですね、はい、長州選手のね、目の輝きが違ってきましたね。まさに夢の対決です。2人の脳裏をよぎるものは果たして何でしょうか。55年から56年にかけまして、長州対ハンセンの、ウエスタンラリアット。この戦いぶりは長州がウエスタンラリアットの犠牲になりました。しかしその結果、長州は地平道を吐きながらラリアット、力ラリアットを開発したのです。さあ長州力とスタンハンセン、がっぷりと四つに組んで、まず腕を取っての投げ。スタンハンセンがまず投げました。さあ大変な4年ぶりの対決ということになりましたが、山田さん、しかし長州はその後成長著しいですからね。そうですね、まあ、むしろね、後から追いかけてきた男、はい、そう言っていいでしょうね。そうでしょうね。このね、追い上げる力ってのは怖いですからね、はい、長州力は昔の長州力ではありません。ハンセンと真っ向から勝負を挑んでも手を取りません。絶対に負けない自信。それからこの今や長州はハンセンを追い越したというようなムードさえ感じる時があります。さあおっと、あ、もうちょっと見たかったですね。そうですね、まあまあ、まだ序盤戦ですからね、はい、スターハンセンからパートナーのロンバスへのつなぎを見せました。長州軍団の方は八つ葉エプロンであります。さあ正面から堂々と大きな体を相手にする長州力。ダブル攻撃、指示を出したのは長州力。今度は八津義明が出てまいりました。八津のファイトぶりもこのシリーズ体の4箇所怪我を負っておりますが、しかしその怪我を克服してのリング上でございます。非常にね、怪我をしてる割にはね、はい、動きが非常に軽いですね、非常にスピードもあります、はい、でやっぱりこの人の場合は
非常にレスリングのポイントポイントをよく知ってますね。そうですね。ですから あまり無駄な力を使わずに、自分の力をうまく出してますね、はい、右手の親指にぐるぐるとバンテージをしておりますが、開幕戦で右の指を打撲いたしました。左の手もやられています。それから右の膝、それから首の筋もやられています。さあ今度は八津義明とスタンハンセン、思い起こします。非常に苦労したアメリカの修行を終えまして日本にやってきて、事実上の八津義明のデビューの相手がスタンハンセンだったんですね。そうですね、まあとにかくね、スタンハンセンをめぐっては、はい、八津選手も長州選手も数々の因縁があると言っていいわけですね。そうですね。その日本のリング上、事実上のデビュー戦は見事にこのスタンハンセンの剛腕ウエスタンラリアットにの一撃に遭いまして、見事にナックアウトされました。その八津義明、まだまだ器が違いすぎますよということを言っておりましたが、山さん、しかし密かに復讐を感じてるんじゃないでしょうかね。もちろんそうですね、これはね、スタンハンセンにしても初来日の時は大会のグリーンボーイ、みんなそういう苦しい苦しいですね時代を経て、その時にやられたのを心の中に刻んで、いつの日かという気持ちで強くなっていくわけですね。そうですね。今度は腕折り攻撃、ロンバスが見せます。非常に大型のファイター、ロンバス、馬力があります。さあこの大きな体をうまく体を合わせて軽くひねりましたが、しかし腕を取って離さないのはロンバス、しつこい攻撃を見せます。さあそしてロンバスが長州力を誘い出しました。サイドのヘッドロックに取ります。目がランランと光っております。長州力、相手はもうスタンハンセン一人に絞りたいところでしょうが、今夜はタッグマッチであります。やっぱりね、相手のロンバスがあれだけ大きいとですね、はい、ヘッドロックをかけてももう力が随分、余計な力が必要になりますね。そうですね、軽くいなすというような感じですね。そうですね、さあ右手は腰に回ってます。しかしどうも体勢はロンバスが取ります。さあ今度は後ろからスタンハンセンが出てまいりました。長州力対スタンハンセンの一騎打ちが見られます。本当のシングルのこの対決は5月の13日の大阪城ホールに決定しています。さあ長州対スタンハンセンだ、復讐の一戦。長州力飛び込んだローリングクラッチホールド、うまく体をかぶせたが、しかし力でこの体勢を崩していきます。今度はボディースラムか、背中に思い切ってマットに背中をマットにつけました。今度はニードロップ、やはり馬力ではスタンハンセンが今のところ上、もうテクニックじゃないですね、力ですね、力で押し返してますね。そうですね、やや青い木と雪の長州力、ロープを背負うシーンが今夜はなぜか多い。今度は大きくロープに来ました。満を持して攻撃の糸口を使いますか。長州力、相手は大きいストマッククローに出ました。長州力もしかしウエスタンラリアットを食って、血ヘドを吐きながらリキラリアットを編み出した。この4年間の切磋琢磨した長州力の成長ぶりというのは素晴らしいですよね。もちろんそうですね、これはスタンハンセンも事実こうやって戦ってみて、はい、内心びっくりしてるでしょうね。そうですね、さあなんとかスタンハンセンを引っ張り出したいこの長州力であります。ロンバスが非常にいい動きを見せています。ロンバスに相対するのは今度は八津義明であります。先ほど怪我の話をしましたが、山田さん、このシリーズに入って改めて八津義明はレスラーは怪我っていうのは怖いんだなということを思いついたようですね。思い起こしたようですね、はっきり言って、はい、このシリーズね、八津選手は大きな試合が組まれてないですね。そうですね、これも法に行った形ですよね、はい、維新軍団の中でタイトル絡みのないのはこの八津義明だけであります。まあ、当面の目標はジャンボ鶴田ということを口では言っておりますけれども、このシリーズに入ってからはジャンボ鶴田の名前が全く上がりません。やはり怪我に負けているというような感じがいたします。しかしレスラーはこれほどのこれぐらいの怪我では試合を休むことはできませんからね。そうですね、さあ今度はロンバスとスタンハンセン、ツープラトンダブルの攻撃に出ました。相手の胸を強く打ちます。スタンハンセン片指に取ります。後ろから長州力、さあ八津義明が心当たりは思い切って頑張ってかなりスタンハンセンにダメージを与えたいところでありますが、しかしちょっと器が違いすぎます。軽くひねられました。覆いかぶさるスタンハンセンであります。スタンハンセン、しかしインタータグ取れませんでしたね、山田さん。そうですね、まあ、形としてね、まあ、試合がああいう風になってしまったんで、
まあ、非常に残念な心境でしょうね。こうなるとジャイアント馬場の TWFにも全神経を集めてくるでしょうね。そうですよね、あの試合でも事実上大活躍をしたのはこのスタン・ハンセンですからね、はい、そうでしたね。さあスタン・ハンセンから再びロンバスです。八ツ吉明を翻弄するか、大きくショルダースルーで取りました。リングの中央であります。やはりスタン・ハンセンとロンバスの方は組みやすい、八ツ吉明に焦点を合わせているような、そういう試合の流れになってまいりました。今日ねロンバスは非常にねいつもと違っていろんなテクニックを出しますね、はい、今度はスタンハンセン自ら飛び込んで八ツ吉明に今度はコブラツイスト。このシリーズ山田さん、スタンハンセンが大技はもちろんなことですけれども、細かい技をしきりと出しますね。そうですね、やはり最終的に馬場選手の PWF を狙ってると、はい、でまあ、馬場選手はもう言うまでもなく期待のテクニシャンですからね、そういったことを意識してのことかもしれません。いろんな意味での試運転なんですかね。そうですね、はい、細かい技のつなぎがよく見られますスタンハンセン。そしていざという時には得意のラリアット、それからニードロップを落としてまいります。これは怖いダブルの攻撃だ。そうですね、背中をゴシゴシ削られます八ツ吉明。そこに思い切ってエルボーをかませていきました。今のは効いてますね。これは効いてます。さあ八ツ、あの喉とね背中と両方ですからね、体の4箇所に傷を負っています。それだけでもハンディキャップが大いにあるかと思いますが、動きはそれほど悪くありません。さあ長州力が出てまいりました。ここはもう独壇場になるでしょう。ロンバスちょっと息が上がっています。さあ思い切ってスリーパーホールド、そばにはスタンハンセン、ここでスタンハンセンにタッチ、スタンハンセンと長州力の一騎打ち、さあ見られると、さあ飛んでいった、ドラップキックはスタンハンセン、浅い胸板を突く、さあコーナーが近い、コーナーが近い、カウントワンで跳ね返しました。長州力再びスタンディングポジションを取りますが、コーナーに追い詰められた、うまく逃げた、うまくフォアートを使いました。そしてヤツを呼び込んでダブルの攻撃、ダブルの攻撃、ダブルプレッシャー、スタンハンセンをまずリングの中央に放った、そして体ごと乗っかりますが、カウントワンでスタンハンセン返す。さあリキラリアットがそろそろ出てくるか、どうだどうだ、まだ打たない、カウンターのキック、スタンハンセン馬力があります、馬力で返しました。覆いかぶさるウエスタンハンセンです。さあ今度おっとコブラです。こういう細かい技のつなぎを必ず一回入れますね山田さん。そうですね、非常にいつものね、はい、バーファイトではなくて、こういった細かいテクニックを出すハンセン、はい、それだけに不気味ですね。そうなんですね、再び今度はロンバスにつながれます。ロンバスと長州力が思い切ってキックを合わせました。そしてさあサソリ、さあソリーがために入りますが、まだ未完成、まだ未完成、正面からスタンハンセン、大きな足が飛んでまいりました。長州力をぶっ倒します。しかしロンバスが ややダメージを負っているようだ。ここはチャンスだ。さあロープを大きく使いますが、おっとスタンハンセンがうまくロープを広げましたね。そうですね、真っ逆さま、場外に真っ逆さま、そしてお客さんの中に、お客さんの中に放り投げますが、さあさあ今度はおっとお客さんの中に放り投げました。鉄柵に股が当たりましたね。そうですね、急所が当たっているかもしれません。さあ八ツ吉明も場外に飛んでまいりました。さあ3人の選手が場外、八ツ吉明がこれに行くの、そしてロンバスも行きます。4人の選手が場外、さあそして入り口の放送席が上がります。すごい勢いで放送席に飛んでまいります。スタンハンセンと長州力、スタンハンセンと長州力、まだラリアットが手が見られません。あっとここで場外乱闘のゴングであります。両選手ともにラリアット未遂に終わりました。皆さん、ラリアットのスタンハンセン、リキラリアットの長州力、今夜のこの都市大会の決闘でこのシーンが見られるかと思いましたが、どうやらラリアットを両選手は出すことができません。場外乱闘のままゴングが鳴っております。10分11秒、両チームリングアウト。もうさっさとドレッシングルームの方に引き上げます。綺麗に撮れてますね。これみんなあなたが撮ったんですか？もちろん、このカメラなら私でも簡単ですもの。今日はどなたにでも美しい写真が写せる自動巻き上げポケットカメラを1万円でご奉仕します。自動巻き上げで1万円、お買い得ですね。ピント合わせはカメラ任せ、いちいちフィルムを巻き上げなくていいので、連続シャッターも思いのまま、スイッチ一つで切り替わる望遠レンズ付きですから、ピントもバッチリ、標準と望遠撮影ができ、ぐんと迫力ある写真が撮れます。
しかも太もも内蔵で夜間撮影はもちろん、暗い室内でもこんなに美しい写真が思いのまま、いつでもどこでもシャッターチャンスを逃さない自動巻き上げポケットカメラ。お値段は今回持ち運びに便利なソフトケースとストラップをセットして特別価格1万円と大変お買い得になっています。分割は月々2200円の5回払いです。今日は望遠レンズ付き、そしてフィルム自動巻き上げストロボ付きで、お子様からお年寄りまで簡単に美しい写真が撮れる自動巻き上げポケットカメラが1万円。このチャンスにぜひお求めください。お申し込みは大阪06-648-1000番、06-648-1000番です。お電話お待ちしています。天竜のテーマです。ユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオン天竜、今夜8回目の防衛戦、今回は全面戦闘の渦中にある維新軍から挑戦者を選びました。ベルトを守ること、そして全日本軍のメンツを守ること、天竜はあえて危険の罠に自ら突入しようとしております。ご覧ください、天竜はいつも静かな表情をしています。しかしその内側に秘められた闘志はファンの心を揺り動かします。レスリングにかけるひたむきな情熱、これが天竜のレスリングを非常に大きく見せます。さあ八度目の防衛戦、相手は大きいぞ。そしてタフな男を相手にする天竜です。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、チャレンジャーの表情、キラー感、厳しい表情。試合に先立ちまして日本テレビから両選手に花束が贈られました。セレモニーが続きます。この後はタイトル宣言です。ナショナルレスリングアライアンス会長総会で、パシフィックレスリングフェデレーション会長ロードクレア代読。佐賀県の鳥栖市民体育館で行われるユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、鳥栖市は九州交通路の分岐点でもございます。工業都市として今後大いに発展するでありましょう。鳥栖で行われるユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、今ベルトが一時本部席の方に授けられました。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権、両者の発表です。ユナイテッドナショナルヘビー級のタイトルには初挑戦、大物キラーカーン。ユナイテッドナショナルヘビー級王者、攻めて攻めて攻め抜くと言っております天竜。8度目の防衛戦、キリリと引き締まったいい男、これが天竜です。勝負の方は60分の一本勝負です。前山田さん、ユナイテッドナショナルヘビー級のベルトは天竜の時代になってますます価値が上がってまいりました。今夜のチャレンジャーもそういう意味では非常に価値あるチャレンジャーですね。そうですね、はい、全米をね、非常に荒らしまくった、はい、大変に過激なる男の登場ですね。そうですね。さあゴングが鳴りました。まず睨み合いから勝負が始まりましたが、山さん、顔の表情では鋭いのがキラーカーンですね。はい、やはり天竜選手の場合はチャンピオンですから、はい、どんと使ってこいというような表情でしたね、はい、まさに横綱ですね。しかし試合の内容的には、私は天竜選手が攻めていくんじゃないかと思いますね、はい、そうですね。今日はベルトを超えたいい勝負をしたい、九州のお客様を納得させるような勝負をしたい、このように王者天竜は口数がもともと少ない男ですけれども、その一言を言いました。さあ、めちっこい展開にどうやらなりそうであります。体を密着させました。体をどうぞファンの方は比較していただきたいと思います。体の大きいのはやはりキラーカーン、195センチ140キロ、そして天竜の方は190センチ110キロであります。体格の比較ということになりますと、やはりキラーカーン一番上ですね。そうですね、これはもう明らかに、肉体的なポイントではリードしてますね、はい、そうですね。
非常にタフな男を相手にするキラーカン、山さんズバリこの大きな男キラーカンを倒す作戦は何でしょうね。これやはりね、頭を攻撃するというような方法だろうと思いますね、はい、がっちりと密着プレーであります。まだ両選手話しません。もちろんね、天竜選手も大変に腕力はあります、はい、まあ、どちらかというと怪力タイプなんですがね、しかし力と力で使ったんでは決して得策ではないでしょうね。ああ、そうですか。それと相手の体重を逆利用というか、うまく逆用して、勝利に、もつれ込むというような手はありそうですね、はい、ですから、まあ、場外にリングアウトに葬るというような手もありますしね、まあ、おそらく天竜選手としてはいろんな方法を考えているでしょう。試合展開の糸口としては山田さん、もっと荒っぽい試合展開になるかと思ったんですが、うん、両選手じっくりと攻め込んでいるという感じ。そうですね。それだけにちょっと山田さん、スリリングな感じに覚えますね。はい、おそらくキラーカーン選手があんまりラグに出ていくのはタイトルマッチのチャレンジャーとしては得策ではないというふうな作戦かもしれません、ね。両選手力強い手4つの対決になってまいりました。山さん、キラーカーンの実力から見ますと今夜この九州のコスで王者交代も十分に考えられるんじゃないですか。はい、これまでのいわゆる過去の実績、そういったところから見てですね、チャンピオンになったとしても決して不思議ではないですね。今夜はそれに単なる選手権だけではありません、軍団構想の思惑も絡んでおりますので、天竜にとりましては一つの試練の防衛戦かもしれません。天竜は先ほどもご紹介いたしましたが、ベルトを超えた戦いにしたい、スケールの大きい試合にしたいということを言っております。しかし山田さん、この大型のキラーカーンが天竜に矛先を変えて狙いをつけてきたのは理由か何があるんでしょうかね。まあ、これはね、過去の因縁と言ってはおかしいんですが、まあ、相撲時代のそのいわゆるキラーカーンの方が約1年ぐらい先輩なんですね、はい、しかし、まあ、相撲時代に対戦して天竜選手は俺は負けたことがないというようなことを言ってますしね、はい、そういった意味での復讐というようなことがあるかもしれませんね。そうですか。相撲時代は昭和38年、キラーカーンが初場所を踏んだのが、早いんですけれども、まあ、ほぼ同期生と言っていいかもしれません。そうですね、相撲時代は参戦して3勝が大津と腕折りですね、うん、腕しぎに出てまいりました。いや、今ね、かなりキラーカーン選手がすごい声を上げてましたからね、はい、かなり逆で、あ、やっと右手がかかりましたね、そうですね、これでなんとか、しかし相当効いてたんですね。腕しぎ十字固め逆十字ですか。行こうと思ったんですね。行こうと思ったんですけども、力で外してるんですか。今インディアン、ちょっと複雑な体型ですね、はい、インディアンね、グリップにとってやっと逃れたんですね、はい、逃れましたね、両者スタンディングポジションを取りました。その相撲時代の対決は天竜の記憶によりますと3回対決して一度も負けてないということを言ってました。その内容もですね、派手な投げではなくてほとんど押し相撲で三つとも星を拾ったよと天竜は言ってますね。そうですね、この体の小さいキラーカーンを相撲時代押しで勝ってるんですね、はい、ですからね、はい、まあ、プロレスリングでも相撲でもキラーカーン選手の方がやや先輩なわけですね、しかしそれをね、じっくりね、後から追い上げてきたのが天竜、はい、そして今は逆の立場、天竜選手はチャンピオン、それでチャレンジャーがキラーカーン選手、でようにね、この糸の絡まり合いというか、そういったものは感じられますね。それから山田さん、アメリカ修行時代をちょっと振り返りますと、天竜はフロリダ、ジョージアあたり、通算まあ2年半にわたりましてサーキットしておりますが、その時代に合ってるんですね。そうですね、天竜のオクトパスホールド崩れた。崩れましたね、珍しく万字固めを見せました。さあ、この後の流れ、一瞬の隙を突かれますと天竜といたしましても、相手は体が大きいだけに油断しますと危ないです。何しろ体があります。最初にね、試合が始まって間もなく、カーン選手がね、自分の体重をこうかぶせるような攻めを見せましたね、はい、あれは絶対考えた作戦ですね。そうかもしれませんね、自分の巨体を十分に使おうという作戦。そうです、これはまあ当然ですけどね、例えば腕一本取った場合でも体重をかぶせていくと強いですからね、はい、出ましたね。おっと、得意のニードロップを落としました。ニードロップを落としてまいりました。キラーカーン、相変わらず会長のような叫び声を上げております。これがキラーカーンの攻めのパターン、特徴です。さあ、手を持って多くロープに振ります。そしてカウンターのエルボー、力が入ります。キラーカーン
体は大きい、腕っぷしも太い、それだけにこのカウンターのエルボーが当たります。相手がギクッとしました。好勝負になってまいりました。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、佐賀県の鳥栖大会です。明らかにね、ロープダウンだったんですが、そこを巻く感激をつきましたね。意外な展開で幕を開けました。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、こんなに山田さん、グランドでの展開になると思いましたか？いやー、ちょっと予想外でしたね。予想外の試合展開ですね。これはね、やはりキラーカーン選手にね、誰かいい参謀がついたのかもしれませんね。ねえ、そうかもしれませんね。ちょっとセコンド陣を見てみましょう。あ、アニマル浜口がいますね。そうですね、小林もいます。参謀役のエーゲンハルカの姿は今のところありませんが、あ、今八津義明が出てまいりました。どの選手がこのキラーカンに策を築けたんでしょうか。策士やはりエーゲンハルカあたりかもしれませんね。そうですね、いずれにしてもこれは軍団構想ですからね、はい、非常に両陣営がね、はい、神経をピリピリさせてますね。この絵をご覧いただきますとセカンド陣の表情も見られるかと思います。さあ、ねちっこい試合展開であります。何しろ太い腕、あらかじめ風に取っております。フェイスロックと見ていいんでしょうか。顎の先端に腕が当たっています。さあ、これを切り抜けて川津落としか、川津掛け、川津落とし、体をひねったぞ、これは効いた。さあ、次なる技は天竜何か。まずは覆いかぶさってうまくタイミングを取ります。天竜です。王者の風格、絶対に絶対に負けを知りません。山さん、しかしキラーカーンがこれだけ大きい選手ですけれども、天竜はあのブルーザーブロディ、そしてスタンハンセンの猛攻をかいくぐってここまで大きくなった選手ですからね。そうですね、それとね、やはり積極的に攻めてたね、キラーカーン選手の方が汗がやや出てきましたね。汗の量はキラーカーンですね、ですからスタミナのロスという点では、はい、天竜選手の方がはるかにまだまだ貯蔵量がありそうですね。なるほど。そしてコンディションの持っていき方も天竜良かったのかもしれませんが、今度はキラーカーンが肩の上に天竜を乗せました。おっと、ブレイクですか。お、綺麗な試合を望もうというキラーカーン、今夜はクリーンファイトを展開。いい勝負になりました。さすがにタイトルマッチである。あー、しかしこの隙、この隙、クリーンファイトを見せるかと思ったんですが、モンゴリアンチョップ、両方の耳に打った。そしてギロチンドラップ、これは相手の息の根を止める大型の技だ。そのまま覆いかぶさるキラーカーン、危ない。一瞬呼吸が乱れます。天竜首を振りました、首を振りました。さあ、しかし天竜は、おっと、今度はおっと、ワンハンドか、ワンハンドのバックフリか、ワンハンドのバックフリか。キラーカーンの猛攻、流れる技を次から次へ積み重ねてまいります。何しろ力がある。今度は逆転の体勢に持っていこうとするキラーカーンであります。しかし天竜は相手の技をまともに受けて大きな大きく成長した男であります。さあ、ステップバックいたしました。そして逆襟の体勢に取りますキラーカーン。これはちょっと山田さん、ダメージが膨らみますね。そうですね、しかし今まだ両手をついた形がまだ頑張れるという感じですね、はい、しかしどんな大型、そして体の大きい相手に、大きい選手を相手にいたしましても、ピンフォールを絶対に、取られないという体力的な自信を持っております天竜。必死でカイナの力で返しました。さあ、相手を跳ね飛ばしました。この後の攻撃、天竜がどういう流れを作っていきますか。さあ、円錐切りを狙うか。相手はまだ立っておりません。ちょっと喉に来ましたか。呼吸が乱れますキラーカーン。さあ、今度はチョップ、まるで相撲時代の張り手だ。勢いよく当たります。さあ、誰から繰り出しました。チョップ、また行った。チョップで相手の動きを止めますか。さあ、おっと、しかしまたちょっとした隙をついてキックが飛び込んでくる。そしてクロスチョップ、クロスチョップを打ってまいりました。さあ、喉の辺りが今度は真っ赤に腫れ上がりました天竜です。さあ、そしてキラーカンがブレンバスターか。踏ん張る、ブレンバスターを踏ん張ります。さあ、力対力の攻防、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合。さあ、ブレンバスターを切り返すか、ブレンバスターを切り返すか。過去スタンハンセンも投げました、ブルーザーブロディも投げました天竜。何しろ腰の力はもう素晴らしい、腰のバネ力を持っております。おっと、細かい技、細かい技、足を取っての首固め、こういう技も怖いですね。
意外な展開ですね。意外な展開ですね。今度はドロップキック、キラーカーンにとりましては、ここは維新軍の中でもどうしても男を挙げたい、インタータグに次いでのチャレンジであります、キラーカーン。しかしね、はい、やはりあの積極的に攻めてきたキラーカーン選手のスピードがやや鈍ってきましたね。しかし今夜の山田さん、キラーカーンはかつて見せないほど、いわゆるこの変化技というんでしょうか、そういったものを使いますね。非常にあの多彩な技を使ってますね。さあ力任せに対角線上のホール、さあ天竜がうまくフットワークを使いまして横に逃げました。さあ頭から突撃、キラーカーン、さあ頭から湯気が上がっています。レスっぽい対決になってまいりました、ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合。さあ天竜がどこでチャンスをつかむか、今度は潜り込んで潜り込んでブレンバスター、うわーすごい、すごい勢いで195センチ140キロ後ろに切って取った。さあ天竜にとってはチャンスだ。あしかしキラーカンもスタミナ十分、カウント1で跳ね返す。さあ両選手再び立ち上がった、大勝負ですね山田さん。そうですね、非常に力が入りますね。まだどちらがペースを取っているからはっきりしません。さあ一旦はショルダースルーで取りますが、ちょっと天竜の方も息が上がったか、そのまま覆いかぶさった、これはポーズかもしれません。本当に好勝負です。ユナイテッドナショナルヘビー級の選手権タイトルの行きはどうでしょうか。天竜は8度目の防衛戦、キラーカーンは初挑戦。さあ得意のパターン、キラーカーンまで4メートルぐらい振り向きざまに飛び込んで、このエルボーが喉元をつきました。カウント 2.5 ぐらいまで行きましたね。そうですね。さあチャンスです。今のジャンピングエルボーが非常に良かったですね。よく聞きましたね、はい、タイガー服部レフリーが両雄を分けておりますが、さあここでエンズイ、素晴らしい勢いでエンズイ、大角度で当たりました。キラーカーンのエンズイを切りました。完全にヒットしてますね。完全にヒットしています。さあ天竜が行く、天竜が場外にキラーカーンを追い詰める。ここは本部席です。さあ大きな体がお客さんの中に落っこっていきました。体が大きいだけにこういう荒技を食いますとダメージが広がります。ここで完全に息の根を止めるか、ここで三方角のエーゲンハルか、それから小林、安吉明あたりがキラーカーンに声をかけました。精神的にここでタグが緩んではダメですからね。そうですね、カッパをかけています。天竜はもう十分に余裕の表情でキラーカーンのリング登場を待ちます。汚い試合はしません天竜。さあ再びエンゼイ、エプロンに立ち上がったところエンゼイ、大型のキラーカーン倒れ込みました。この2発目のエンゼイもヒットしましたね。ヒットガン天竜、ちょっとねやはりカーン選手が油断してましたね。相手の動きを見ています。エプロンに飛び込んでそのまま飛び込んでいった、体を合わせます。天竜の空中戦、天竜の空中戦、再びキラーカーンを外のマットにねじ伏せました。そしてリングの中で勝負を挑みます。王者天竜、さあかなりダメージを受けている。キラーカーンダメージを受けました。ここは山田さん一気に行くべきでしょう。そうですね、息も弾んでいる、全くスタンディングポジション取れません、立てませんキラーカーン。さあ天竜一気に行くか、ロープに放って今度はラリアット失敗、ラリアット失敗、クロスチョップが当たった、クロスチョップが当たりました。キラーカーンのクロスチョップヒット。さあ天竜一瞬にして明暗を分けるか、危なくなりました。天竜危なくなりました。苦悶の表情を初めて見せます天竜。さあキラーカンが思い切って抱えてまずボディスラム、そしておっとキラーカンセカンドロープまで上がった。セカンドロープからの2ドロップ怖い、セカンドロープからのモンゴリアン2ドロップ、これは怖い。18番中の18番、相手に大きなダメージを与えます。今度はキラーカンが追いかける番だ。勝負の流れが一瞬にして変わりました。あとエプロンから今度は2ドロップを落としました。しかしキラーカーンの方もちょっと膝の打ちどころが悪かったのか、大の字、これは場外で大の字、天竜も神戸が下がる。両者もう力いっぱいの攻防で力をほぼ出し切っております。さああとは気力だけですね。そうですね、ここは非常に大事なポイントですね。いよ気力の勝負、天竜中に入りましたが、しかし右膝側をちょっとかばいます。さあ今度は天竜飛び込んでジャンピングにパットを見せました。これが完全にキラカンの顎のセンターをヒット、ジャンボ鶴田のようなジャンプ力ですね。そうですね、非常に足がふらついてましたけれども、はい、
ヒットはしましたね。やられた右膝、これを高く上げまして完全にジャンピングにパッとヒット。さあエプロン見立てたところ、今度はラリアット、これは効いた。左からのラリアット、天竜ラリアット、エプロンに立ったところすかさず2連発かませました。ジャンピングニーパッドに続く天竜ラリアット、2発命中。さあさあキラーカーン、ここでダメージを多くした。上がってこられるか、やっと立ち上がった。さあロープ際の勝負、際どい勝負になりそうだ。今度はわーっと、今度はスリーパースリーパーホールド、グイグイ締め付ける、グイグイ締め付けるキラーカーン、力任せに目いっぱい締め付ける。あたかじめだんだんお尻が下がっていく、天竜お尻が下がっていきました。やっと外した、やっと外しました。またまた流れを変えますか、キラーカーンと天竜好勝負。近来にないユナイテッドマスタルヘビー級の選手権試合、重さがあります。非常にスリリングな展開、まだどちらが勝つか全く分かりません、全く分かりません。さあラフプレーを展開するキラーカーン、勝負と見ましたかね山田さん。ラフなプレーが多くなってまいりました。そうですね、ここで屈してはいけません、天竜ここで屈してはいけません。エプロンからの攻撃、もうこれは完全に超攻撃、超攻撃、カウントが始まっている。おっと、タイガーハットリガフリを突き放した。キラーカーン、エプロンからの攻撃、反則行為をもう思い切って見せております。ここは両者分かれなくてはいけません。タイガーハットリガフリを再び突き放す、タイガーハットリガフリに2度暴行を与えました。キラーカーン、エプロンからリングの中に入れません。おっと、おタイガーハットリガフリがゴンを要請ですね。そうですね、今ゴンを要請いたしました。まだ攻撃の手を緩めません、キラーカーン。おっとラフプレー、どうやらこれはレフリーへの暴行が取られたようです。レフリーへの暴行が取られましたか。勝負がつきました、天竜反則防衛。17分37秒、キラーカーンの必要なレフリーへの2度にわたる暴行がどうやらタイガー服部レフリーの心象を悪くしたようです。いかがでしたか。非常にね、見どころの多い試合だったんですがね、はい、最後私の意見としては、はい、あの程度で反則負けにするのはちょっと納得がいかないですね。そうですか、もうちょっとね、やらせるべきだろうと思いますね。なるほど、やっぱりね、あの完全暴行といってもですね、ああいう形ではね、おそらく納得がいかないと思いますね。はい、両選手の表情をちょっと伺ってみたいと思いますが、キラーカーはまだ興奮状態、落ち着いているのは天竜ですけれども、天竜もこの勝負はおそらくこの試合の後の記者会見が行われると思いますが、納得いかないでしょうね。そうですね、あの両選手ともにね、まだまだね、戦う力は十分ありましたしね、はい、もうちょっとやらせるべきでしょうね。そうですね、まあ、キラーカーが維新軍の若手を捕まえまして殴り合います。キラーカーまだ興奮しております。キラーカーもタイトル奪取のチャンスがもう数々再三ありましたからね。そうですね、これは納得いかない判定なんでしょうか。しかもね、ラファイターのカーン選手があれほど慎重なる作戦を選んで、もう際どい勝負に持ち込んできただけにですね、これはやっぱり納得いかんでしょうね。そうでしょうね、しかし判定は判定であります。タイガーハットリレフリーは天竜源一郎にベルトを戻しました。17分37秒反則で天竜が防衛でございます。来週は神戸ワールド記念ホールからの中継でございます。いよいよ来週神戸大会より第66代 NWA 世界王者リック・フレアーが登場です。来週神戸大会では長州浜口組と、来週大宮では長州川組と NWA 世界前哨戦、そして3週後相模原大会ではフレア対長州、注目の NWA 世界戦、さらに4週後横浜大会ではその勝者に鶴田が挑戦、世界王者来日で盛り上がる激烈スーパーパワーオーズにご期待ください。人間パワースタンハンセン、 NWA 世界ヘビー級チャンピオンリック・フレアの参加の全日本プロレス85年激烈スーパーパワーウォーズ神戸大会は4月19日金曜夜6時30分神戸ワールド記念ホールで行われます。ジャイアント馬はジャンボ鶴田、天竜源一郎、タイガーマスク、さらにジャパンプロレス長州力ら強豪レスラーが多数出場、神戸決戦をご期待ください。デリエする人集まって、うまくいったみたいね。やっぱり若返ったわ。
浮気なんかしちゃダメよ。何言ってるんだ。アデランス金青きらいいビールたまんない。大人だけの美味しい飲み物、札幌カンナマ。今軽さの新次元へ、スキッとライト、コスモス新登場。花も嵐も超えて限界、麦焼酎。コロナウイルス、あ、ちょっとしゃがんでください皆さん。すいませんね、これ取っちゃう。チーズ。その場で一台欲しくなる。あれ、じゃ皆さん立って見てくださいよ。ほら新登場コロナウイルスの3カメラ。